皆さんこんにちは。オルモックの続きです。今日はオルモックから、イザベルのフェリー乗り場の下見をしてから名手島北部の場所タクロバンに行きます。田舎道を軽快に走ります。暑くて裸足に B さんです。でもノーヘルではありません。レイテ島は稲刈りの時期なんですね。道路脇に脱穀した稲もみが干してあります。ここにも道路の両脇に稲もみが干してありました。カラバオが泥池で休んでいます。本当に水牛なんですね。泥水に浸かって気持ちよさそうですね。イザベルのフェリー乗り場に来ました。ここからセブ島のダナオに行けます。帰りはイザベルからフェリーに乗るかどうするかまだ決めていません。セブ島のダナオ行きが停泊中でした。イザベルのトライシクルは電動モーターで走る。静かで排気ガスがなくていいですね。タクロバに向かう途中ポリスの検問を受けました。外国人だったので運転免許やバイクの書類など確認されて、いつもの質問、ワイフはフィリピーナかと聞かれます。問題ないようにイエスと答えれば OK。 タクロバンのホテルにチェックインして海岸通りの屋台に晩酌に来ました。大きな町の海岸通りに夕方から始まるバーベキュー屋台村があります。タクロバンにも雰囲気がいい屋台村がありました。串焼きを注文していると向こうにマガンダンダラキがいるよと教えられて見るとバックラがいました。 B 国には多くのレディーボーイが普通にいます。マガンダなのもいるし、そうじゃないのもいるし、面白いよね。
今宵も晩酌が進むね。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。この動画の続きを見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこのブログの参照先も貼り付けておきますので、どうぞご覧ください。